はい、今日は種まきに挑戦したいと思います。種まきは初めてなんで、うまくいくかどうかちょっとドキドキします。こちらの種はネットのシーズストックっていう種屋さんで買いました。全部で80粒ぐらいあるんかな。おまけもつけてくれてます。はい、では早速準備していきたいと思います。なんか1日じゃ12時間ぐらい水につけた方がいいっていうもんで、紙コップに種類ごとに名前書いてごちゃごちゃに混ざらないように分けていきたいと思います。アデニウムでしょう。これがカクチペス、そしてエニグマチカム、はい、そしてグラキリスはね、2回買ったんですよね。2ヶ月前に買ったやつと1ヶ月前に買ったやつ。だからこっちは古いって書きました。ブレビカリックス。初めてだもんで、うまくできるか本当ちょっとドキドキしますね。これがグラキリスの新しいやつ。1ヶ月前の方ですね。その差も出るんですかね、新しいのと古いの。アガベはおまけでくれたやつですね。はい、以上となります。そしてこちらメンレートとメネデール、これらをね薄めた液につけとくといいらしいので、ちょっと薄めて作りました。おお、全部とりあえずちょっとでいいと思うんだよな。入れていきます。はい、はい、全部入れ終わりました。じゃあ早速種をつけていきたいと思います。これがアデニウムアラビカムのブラックステムっていう種類みたいですね。でかい種が、はい、こんな感じで沈まない。はい、とりあえず全部つけちゃいます。ということで全部つけ終わりました。カクチペス全部種浮いてますね。後で割り箸かなんかでくるくるやって沈むかやってみたいと思います。そしてこの状態で12時間ぐらい浸しときたいと思います。はい、次の日です。もう結局15時間ぐらい経っちゃってます。種を植え付ける時は硬質な赤玉土、鹿沼土、あとゼオライトをプレステラの105に準備しました。12個か、これにそれぞれ分けて植え付けたいと思います。そして作った土に汚い水が出なくなるまで流していきます。結構汚い水が出てきます。一通り流し終わったんで、次は熱湯消毒です。沸騰したお湯をかけて殺菌していきます。これも後々カビが生えてこないようにするための対策ですね。熱湯をかけ終わってポットも冷めたんで、早速種をまいていきます。一つのポットに何粒ずつぐらい植えようかなと思って結構悩んだんだけど、あんまり密になってるのも嫌やなと思って6粒ずつぐらい植えることにしました。
種が小さいだけあって結構細かい作業です。日付と名前を入れて分かるようにプレートを立てておきます。とりあえず全部植え終わったのでペンレートとメネデールを希釈した水をかけていきます。こちらも同じベンレートとメネデールを希釈した水を腰水するために張ります。そして湿度を保つために蓋をして、まだ気温がちょっと低いのでヒーターの上に乗せておきたいと思います。5時間後の様子がこちらになります。29度、湿度 92%、 こんな感じでいいんですかね。なんとか無事初めての種の植え付け終わりました。今後発芽の様子などはまた動画アップさせてもらいたいと思います。